誰もが人とただ会うのと同じくらいに福音を伝えるのが上手だったら、すぐに全世界にジーザスのことが広まると思うんですよね。福音を伝えること、信仰シェアすることを恥ずかしく思わないでください。このメッセージは人々を救うため、信じる人すべてが本当の人生を歩むことができるようにするためのものだからです。ジーザスもこう言いました。心に秘めたことが言葉になってあふれ出てくるから。私たちはジーザスがしてくれたことを話さないわけにはいかないんだ、知らさないわけにはいかないんだ、そういう情熱にあふれていた。もしいるのであれば、どうやって神を体験できるんだろうかと考える。そう、そしてこのような時にこそ君自身の神とのストーリーが用いられる時なんだよね。